はい、みなさんこんにちは、ゆかふのゆかです。今日は私がショートになってから大体何ヶ月経つのかな、結婚式終わってまあすぐぐらいでこう切り始めたので11月ぐらいかなに切ったのかなと思うんですけど、ボブになったりショートにすると起こり得るあるあるっていうのを今日はお話ししていこうと思うんですけども、まあこれは他の私のあるあるの動画もそうですけども、私が経験したことだったりとか私にとってあるあるだったので、もしかしたら皆さんに当てはまらないかもしれないんですけども、参考にして見ていただけたらなと思います。はい、それではあるある一つ目はね、ショートのそのこの毛先の部分を写した写真を撮るようになるっていうことです。なので比較的なんかちょっとね、このショートだと短すぎるんだけど、これはボブに多分よく起こり得ることだと思うんですけど、こういう風にこう髪がこの辺に落ちるじゃないですか、こういう風に。なのでそのショットをこう撮りたくなるんですよ。やっぱそのねラインがめちゃめちゃ綺麗なので、ボブっていうのは。なので私もじゃん、こういう風に撮っておりました。なのでボブの皆さん1回ぐらいはそういう風に写真撮ったこと、セルカ撮ったことあるんじゃないかななんて思ってみました。それでは2つ目は、1回ね短く長かったのに1回短く切っちゃうと、そろそろ何ヶ月かぐらいするとそろそろ長い時の自分が恋しくなったりすると思うんですけど、よくありがちなのが、まだ私このショートになってからはやってないんだけど、以前ショートにした時にインスタグラムに載せたことがあるんですけど、髪が長い時の自分の写真を載せて伸ばそうかなみたいな、この時は長かったねみたいな、なんかそういう投稿をしだす傾向があるのかなって思いました。なんか他の方の短く切った人のね、あの SNS とか見ててもたまにこうちょいちょいロングの時の写真が上がってきてて、あ、多分この人ショートにちょっと飽きてきてロングの自分が恋しくなってる時期なんだなって思いました。あるあるなんじゃないかなと思って2つ目それ入れてみました。それでは3つ目は、でもロングが恋しくなっても結局切ってしまうっていうことです。なんかやっぱりショートってこう乗り越える長さの時間が長いというか、すごいやっぱ耐えなきゃいけない、あんまり可愛くスタイリングできない時期っていうのが長いので、そこに耐えられないとやっぱりすぐに切ってしまう傾向があるんじゃないかなって思いました。あるある4つ目はまさに切った時、多分すぐ次の日の朝に感動すると思うんですけど、朝スタイリングする時の楽さだったりとか、夜でも朝でも髪洗った時の楽さにびっくりするっていうことです。これは本当にショートとかボブ特有の現象かなと思ってます。やっぱりさ、あの髪がロングだともうどうしてもケアの時間に、やっぱりね髪が長いだけに時間がかかるので髪乾かすのも大変だし、スタイリングするのも大変なんですけど、ショートとかボブっていうのは、まあ、ピョンピョンって跳ねちゃう髪がなければまあすぐスタイリングできちゃったり、あと乾かせちゃったりするので、その点すごい楽だなって思います。あるある5つ目、ショートにすると自分の髪の伸びるスピードの速さにびっくりするっていうのは結構あるあるだと思うんですけど、私はもともと結構髪が伸びるのが早いタイプなので、ロングの時も比較的美容師さんに結構びっくりされたんですけど、でもやっぱりショートにするとその感じ具合が違くって、やっぱここまでしかないのが次行ったらここになってたりとかすると、ロングの時よりは違いが分かりやすいっていうのかな。だからロングの時よりもっともっと髪が伸びるスピードが速いなって感じます。多分どうですか、あるあるじゃないですか。あるあるの6個目は、そのロングからいきなりこう短くした人にきっとこれあるあるだと思うんですけど、今まで着た服がなんかショートにしたら似合わないっていう現象が起きちゃうと思うんですよ。なので朝こうコーディネートする時に一瞬着る服に迷うっていう、なんかね今まで結構このここにある髪でなんかバランスが取れてた服がここの髪がなくなったからなんか違うみたいになる時が私は多かったです。なので結構ショートにしてから新しく服買ったりとか、もうショートに似合う服探しっていうのをしだし始めました。あるあるの7個目はきっとこれは私だけなんですけど、どんどん短くなります。私最初ミディアムにしてて、こんな腰まであるぐらいのロングだったのにミディアムに
して、ここからボブにして、今本当にショートになっちゃったんですけど、なんかどんどんこうボブぐらいまで行くと、じゃあショートやってみようかなとか、なんかショートの人がすごい可愛く見えたりとかしてきて、なんかもっと切る髪はないかなって探し始めるっていう、もしかして私だけかもしれないんだけど、なんかボブぐらいにするとショートに挑戦しやすいマインドができるっていうのかな、なんかそういうのあるかなと思います。もし私だけじゃなくて共感なさってくれた方いたらコメントお願いします。はい、それでは1個目はこれもまたインスタネタなんですけど、まだ私もね今回のショートではしてないんですけど、以前したことがあるインスタ投稿なんですけど、なんかこうショートの方ってやっぱり伸ばすためにはたくさんのこう努力と忍耐が必要なんですよ。なのでその伸ばすぞって決めた時に、なんかその伸ばすぞのこの思いをインスタに上げる方が結構いらっしゃるなって思ったので、多分ねそれだけ忍耐が必要だからみんなも協力してねっていうことだったりとか、伸ばしてるっていうのを分かってねってことだと思うんですけど、ショートになってから私これから伸ばすぞとか伸ばしますとかっていう投稿をちらほら見たことがあるので、あるあるなんじゃないかなと思いました。あるあるの9個目は、朝のね寝起きの時の自分の漏れなさに萎えるってことなんだけど、私結構最近本当にそうなのね。なんか朝起きたらもう男の子かおばさんに見えるの、自分が鏡見て本当にびっくりするんですよ。なんかやっぱすっぴんだし、でこういうショートってね寝癖がもうこんなんなんですよ。なんでこんなまとまってこうおしとやかな髪の感じでは全くないので、朝は動画撮れないなって思っちゃいましたモーニングルーティン撮りたいんだけど、萎えますね自分に。この現象にちょっと遭遇しております。あるあるの方いたらコメントお願いします。10個目、でもショートの魅力に結局ハマっちゃうっていうことです。やっぱりねショートってショートなりの魅力があると思うんですけども、まあ、何よりもね本当に楽だし、ロングの時に髪の毛が傷んでた人とかはショートにしてすごい髪の質感とかきっと良くなったなって感じる方多いと思いますし、あとなんかねショートにしか表せないというか表現できない微妙な魅力があると思うんですよね。それはもちろんロングも一緒だと思うんですけど、なのでこうショートにするとねショートのこう微妙な違いのその魅力に気づき始めるんですよ。なのでその魅力にハマっちゃうっていうのもあるあるかなと思います。はい、そんな感じで10個のショートになると起こり得る現象あるあるをまとめてみたんですけど、私はまあそうね結構これはあるあるなんじゃないかなって思ってます。私はショートにして全然ね後悔とかしてないし、今のところすごく楽しんでるので、まあ当分ショートかなと思うんですけども、もし飽きたらもしかしたらエクステとかつけちゃうかもしれないですけど、やっぱり楽なので、ロングのあの髪を乾かしてスタイリングしてっていう生活には戻れるかちょっと不安ですなのでこれを見ていただいてるショートやボブの皆さん、一緒にショート生活ボブ生活頑張りましょう皆さんがもしショートにしたりとかイメチェンをして感じたあるあるなんかもあればコメント欄で教えてください。待ってます。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。